温泉みたいなね、行きたい。露天風呂に入りたい。そういえば目の前に銭湯あるよね。今営業してんのかな。してんじゃん。日中はしてんだろ。なんかあそこ行く気しないよ。でもしんちゃんはお店が遅くなったらちょこちょこあそこで寝てたとかって言ってた。フロア、一フロア浴びて、うん、休憩できる。家に帰るみたいな。近いのに。そうそう、まあ、蔵前だからチャリンコで帰る、通ってんだろうと思って。まあ広いお風呂で気持ちいいってことね。まあ休憩室みたいなのがあんじゃん、なんかリラックスできる。テレビ見たり漫画見たりくつろげるようなところが、なんかああいうのある、綺麗なのかな、あるじゃん、うん、まあ、綺麗にしてんじゃない。なんか露天風呂とかに入りたいんだよね。露天風呂はあるんじゃない。あるよ、なんか上の方に。水が飲みたいけど切れてる。水あるんじゃないの。はい、なんでなくなった。それも買うしかない。あ、ビン持ってってない。ここに出るから続かない。おはようございます。飯作ろうか。餌の用意。50円ぐらい安かった、メキシコ産のものは。うん、でも、佐賀県を買った。食べて応援。
ください。
やつ。やった。
ってるよ。もういいの？もうや、もう終わった。
に。おすすめしない味だな。なんで？え、なんか変な味。まずくなる要素ある？ジンジャー入れて、レモン入れて、トマト入れて、なんか微妙な味になってる。入れすぎた。入れすぎた。何を？ジンジャー。うん。ジンジャーはたっぷり。マヨネーズかけて食べたら美味しいかもしれない。マヨネーズ消費運動月間。できた。
しょうがない、早く作ったもん。食べれる。よっしゃ、できた。適当に野菜を切って炒めただけ。うん、もりもり塩のみ。マヨネーズ使っていいよ、お好みで。マヨネーズ何、玉ねぎとかトマトのっけて食べていい。ちょっと温めよう。ラスク温める。いや、これはこのままに。かけて焼いたら美味しいじゃない。28日の金曜日のアメリカの株価をおさらいしたいと思います。揃って上昇です。ダウが64ドル高、3万4529ドル。ナスダックが12ポイントの上昇、1万3748。S&P500 が3ポイント小幅なプラス4204ということになりました。1日のダウの動き、ご覧のような形になりました。この日はですね、今朝、セールスフォース .com の高決算が市場のムードを明るくしたという。2、4月期は市場予想を上回る増収増益だったということなんですが、ただ、上値の重さもね、このグラフで見ても分かるんですけれども、理由がいくつかあって、まあ、ダウが過去最高値圏にあること、あとはですね、月曜日31日がメモリアルデーの終日で休場ということで、利食い売りも出やすかったということです。で、貯金でも見ておきましょうかね、金利こうなって。1.6 を下回るような水準です。1週間のダウの動き、ご覧のようになっています。24日の月曜日が186ドル高。先週もちょっとお伝えしたビットコイン、これが反発。また金利が落ち着いたことで安心感があったようです。ワクチンの接種が進んだことで、経済の正常化が進むという方程式で消費関連とか景気関、景気敏感株などが変わりました。クレジットカード系ですとか、エンタメ系とか、あと旅行関係ですね。25日火曜日は81ドル安でした。4日ぶりのこの時点で反発ということで、まあ、一定の利が優勢だったということです。金利はですね、先ほど見たように 1.5% 台の下まで下がったことで、銀行株には下でも硬かったんですが、それはワクチンが材料でして、コロナで。モデルナは12歳から17歳対象のワクチンの臨床試験で高い有効性が確認できたと発表したということで、これもマインド的にはいい影響だということです。26日水曜日が今度は小幅高中の中です。FRB のクォールズ副議長がいわゆる税金をめぐって労働市場の改善は望んでいたよりも遅いとこれは発言して、まあ、量的緩和縮小の議論に慎重な見方を示したというのがある一定の支えに、株価の支えになるようです。27日木曜日なんですが141ドル高、木曜日に発表されます新規失業保険申請者数が40万6000人、これ予想は42万5000人程度だったということで、去年の3月以降では最も少ない
申請者数だったということです。これはね、マーケットに明るい材料ということになりました。またあの航空機のボーイングが 4% 上昇したということなんですが、同業のヨーロッパのエアバスが増産計画を発表したということで、需要回復期待から買い替えたということです。普通に味が。そして金曜日は先ほどお伝えした通り、普通に全然変なんですね。では為替確認しておきましょう。一番上ドル円なんですが、109円の80銭台。では日経均もおさらいしておきたいと思います。日経均の金曜日しっかりでした。600円高29,149円で、終わりで29,000円高い幅は10日以来ということです、うん、アメリカの景気回復期待から機械鉄鋼といった景気敏感株に変えたらいいということです。またあの前日に MSCI の銘柄入れ替えがあったんですが、このイベント通過したことで需給不安が後退したことも買い安心感を誘ったというような分析。以上、1週間を繰り返しました。さて、ということで、サタデーライブ解説いきたいと思いますが、サタデーは初登場になります。レギュラーモーサデーではもうおなじみですね。知見オスカーグループの首席ストラテジスト、大川智博さんです。大川さん、おはようございます。あ、おはようございます。よろしくお願いいたします。大川好きです。あの、大川さんは、レギュラーモーサデーのゲストとしても比較的新しいそうですね、はい、2年ぐらいお世話になります。いやいやいや、あのレギュラーの査定はまだ1年経ったぐらいです。インベストね、ストラテジスト、まあ、月に1回ぐらい出させていただいているので、まあ、期間はそれなりなんですけど、まあ、期間としてはそんなにまあ長くないですね、はい、ということで、大川さんはもっとよく知っていただこうということで、プロフィールを簡単にご紹介したいと思います。案外ですね、2、3年ごとに会社が変わっているということで、で担当していることも、まあ、株には株なんでしょうけど、さまざまですね。まあそうですね、一般的に言ういわゆるジョブホッパーと呼ばれるのに近いところでして、まあ、あの、まあ、野村総研に入ってから、まあ、その外資系の金融業界に移りまして、でトレーダーやって、でその後になぜか、クロンズというですね、あの、まあ、意味のわからない転身をしたわけですね。昔からそういうのが。で、一般的にって何ですかって感じで難しいですよね。そうなんですよね。で、まあ、日本語で直すと、経量分析アナリストみたいな感じになるんですよね。まあ、数学とかその統計学とか使って、まあ、市場の動きとか戦略を、まあ、説明したり作っていくっていうところなんですけど、まあ、そんな方に行った後に、今度はマクロですね、うん、ストラテジストというところで、まあ、まあ、本当になんか、あの、中途半端な感じがちょっとあったりとか、でも今日の解説はどちらかというと、そのクオンツ時代のこういろんな知恵とか方法なんかを駆使していただいて説明したりということになるとは思います。まあ、そんな岡さんをお迎えして、今日のテーマなんですが、あの、決算発表が大方終わりましたので、2021年3月期前期の決算のまとめを簡単にしたいと思います。ただ皆さん気になるのはこの先でありまして、業績予想で、大川さん、この業績予想っていうのは時とともに変化するんですよね。そうです ね、あの、まあ、会社予想も前変化をしますし、あとアナリストの予想ですね。でこれが本当に例えば何かニュースだったりとか、まあ、材料が出た時に、まあ、ほぼリアルタイムで反映されて変化していくというところなので、まあ、こういったですね、その本当にダイナミックな予想の変化っていうのを投資に活かせれば、まあ、そういった、ヒントになるかなというふうに思いますので、はい、ということでこの2つのテーマでいきたいと思います。でまずは、簡単に前期のおさらいなんですけれども、大まかに捉えると、大川さんは前期のその決算、業績はどんなふうに捉えてますか？まあ、そうですね、とにかく、なんでしょうね、まあ、その業績 その明暗というんですか、それがものすごくはっきり分かれたような印象でして、でそのまあ、前期は 前期ですね、2020年の3月期っていうのは、あの東証一部で、あ、全体でですね、その3割ぐらいの減益だったんですよ、減益だったんですが、前期ですね、まあ、2021年3月期、まあ、足元を出てきたやつなんですけどね、こちらは対前年比でちょっとプラス、あの本当に集計対象によって、あのこのプラスの幅若干ずれたりするんですけど、まあ、おおむね 5% から 10% のその経常利益のプラスなんですよね。あのね、実はその前期は、まあ、コロナで大変だったからってみんな思っているのに、はい、そこがややフラット目で、その前の方が現役だったっていうのは、はいはい、あれって思う人もいると思うんですが、ちょっとこちら見てください。これトピックスの一株利益の動きなんですけれども、はいはい、確かにこれ前期はこう
あの景気がそれなりに良かったっていう印象強いじゃないですか。強いです。強いですよね。でもこれ、それってでも印象としてはやっぱりアメリカの印象なんですよね、実は。で、日本は日本で別に悪くはなかったんですけど、あのコロナ前のピークのこの2018年の、まあ、後半半ばから後半ぐらいですね、この時点で、あの政府が公式見解で、あの景気後退入りっていうふうに認めてるんですよ、これ。この時点で。なるほど。だから下がるのは当然なんですね、ある意味。まあそうなんですよね。で、そのあたりから、あのいわゆるその米中貿易摩擦の影響ですね、これがあの出始めたんですね、特に日本。で、まあ、日本株って、世界のそういった景気に対して敏感にこの反応しやすいんですよ。あの製造業とか、まあ、多いんで。でそこからまあだんだんと景気が悪くなってきたところにダブルパンチとしてコロナが来たんですね。ここね。ここですね。はい、でそこ の, あの急速の悪化時点も、まあ、前期のところでちょっと片足入っちゃってるんですよ。そうか。そうなんですね。だからそこの2つの要因で実は前々期の方がまあ原因幅というか、そのまあ過去からのまあ本当にダウントレンドと合わせてですね、あのちょっと弱かったんですね。あの消費者の生活実感としてやっぱり前期のところがすごい苦しかったから、なんかその前のことをちょっと忘れちゃってますよね。そうですね。資産売却とかで出してるんじゃないですか。まあそうですね。これが全体の動きなんですけれども、どういう印象を受けますね。いろんな企業が個別までいかないまでも業種別で見てもその明暗が分かれて、なんかここからどうするかですね。そうですね。あの業種がかなり分かれてまして。この一旦その市場のね、この前から関係者の景気は後退しつつあり、A 字型なんて言われるんですね。あったんですね。あのアルファベットの K ですね。で、あの縦に棒があって、でそのね、あの右側にあの上と下にあの斜めの、そういうふうにあのはっきりと分かれてくるということなんですね。で、そのまあそれですね、投資の去年の財務収支の分類で見ると、まあ本当に GDP 前の年と赤字で、あの転換した企業っていうのははっきりと分かれてくる。ちょっと表にしてみました。細かくてすいません。せっかくなんで、上位債券はうまくそれはできてないと思いますけど、中央を出してみました。こう目を皿のようにして見ていただきたいんですけど、海運業がすごいですね。通信、情報通信はね、なんとなくやっぱり在宅とかねあったからなるほどと思うんですけど、じゃあみんな素早く。まあ、海外はあれですね、あのいわゆる何ですかね、その中国を中心としたそのコロナの回復が早かった地域ですね。そのあたり の, あの海運需要っていうところが回ってですね、であとはそのまあ何ですかね、本当にあの EV とかそれらのその製造業のところのまあまあコア産業がかなりまあコロナ禍でも強かったんです。そういったものをまあ運んだりですとか、そういった需要があったようで。でまあ、実際のただですね、これあの面白いんですけど、これあの数字としてはあの経常利益なんですよね。経常利益ですね。経常利益ですね。ただあの売上高を見るとほとんど落ちてるんですよ、どの業種も。あ、売上高落ちてるんですね。落ちてますね。フラット、それこそフラットかあのマイナスかっていうところなんですよ、売上高は。で、それって意味するところっていうのは、要はやっぱりそのコスト意識っていうのが強くなったんですよね。コロナですごくあの経済が悪化していて、でなかなかね、ちょっとあの先行投資もできないような中で、まあ、その利益の成長というよりは、なんていうんですかね、コストを減らして利益を確保していくということがあったので、で海軍はね、そのあたりね、減便しながらも、ある程度その効率的にね、やったのがうまくいったというところがあったみたいです。なるほどね。まあ、定期業績の方を見ると、やっぱり交流とかサービスとか、この辺はね、もうイメージ通りなのかなと思いますけど、空軍とかもね、人の行き来が止まっちゃえばね。まあ、そうなんですよね。だからこのあたりはね、本当実績としてね、あの仕方ないですよね。で、まだこれから足元ね、それこそあの緊急事態宣言も延長になりましたし、なので、まあ、そうなってくると、まあ、このあたりもね、あのしばらく分かりやすい状況になってしまうのかなという感じがしますけどね。はい、まあ、その製造業がね、不動産関係なんで、だったというのは、はい、打撃を受けました。家に行って何かするっていうことが増えたことによって、それに見合ったものを作ったりっていうところもある。直撃した、まあ、そうですね。特に製造業に関してはやっぱり私もね、最初ね、意外だったんですよ。そのコロナ禍で業績がなかなか落ちないところか、まあ、それなりに持ってるというところで、まあ、よく強いところが出てるんですよね。でこれってすごいなと思ったんですけど、よくよく考えてみたら、やっぱりその家に、まあ、巣を持ってあの何かをするときっていうのは、やっぱり電気機器必要なんですよね、いろいろと。そう、パソコンをはじめね、そうですよね、テレビとかね。テレビとか、それこそね、いっぱい物を買い込んできて、家で料理作るんだったら、
冷蔵庫も必要ですし、す、ね、空気清浄機も必要だから。であとはやっぱりそれで、まあ、生活プラスアルファで、まあ、何か楽しむんだったらゲームですよね、うん、これがやっぱりね強い。なのでこれ今でも強いですけど、まあ、ここのね、うん、本当に、製造業の影響っていうのは大きいと思いますね。それが分かりやすく出たのが決算というとソニー、ソニーですね。ゲーム&ネットワークっていうセグメントがあって、この営業利益なんですが、はい、ずっとね、この5、6年見方があまりであったんですけども、そうなんですよね。だから、まあ、先ほど申し上げた通り、2018年までっていうのは景気がね、世界的に伸びていたし、日本も強かったんで良かったんですよ。で、ただ、まあ、この中に入って一瞬で落ち込んだんですけど、2019年に。で、ただ、コロナ禍が続いているにもかかわらず、2020年にその2018年の好表示を超えたということなんですね。それもちろん、人がいなかったですね。高いんです。高いところね。本当に。まあ、だからね、こういったところっていうのは、本当にそうなんていうんですか、コロナ禍での、まあ、本当に先ほどの刑事型の、なんていうんですか、明暗っていうんですか、これを分ける一つの、本当に、まあ、典型的な例ですよね。こちらはね。そう、こちらですね。こちらは。こちらは。ことです。はい。まあ、ここまでが簡単ではあるんですけれども、まあ、前期をちょっとおさらいということなんですが、見てる方ね、個人投資家の方もたくさんいらっしゃる。投資家として気になるのは、つまりこの先っていうことなんですけれども、まあ、前期が終わったってことは、今期の期首の段階での予想っていうのも出てきてるわけですよね。はい、出てきますね。これはどんなイメージですか？まあ、トークテーマ2をとりあえず1回出しましょうか。はい、業績予想の変化を投資に活かす、今日はこれがメインです。はい、で、期首の予想っていうのはどんなイメージでしたか？まあ、そうですね、全体的な印象としては、まあ、あまりこうなんですか、強くないですよねっていうところですね。で、それこそ先ほど申し上げた通りで、前期が、まずその大前提として前期がそれなりに強かったというか、思ったより回復したじゃないですか。で、我々のね、本当に実生活の想定と違うぐらいに、まあ、フラットからプラスアルファに持ってきたっていうところで、まあ、そこの、ね、反動っていうので、もうちょっと、それ以上の回復っていうのは、さらにもう何かこう大きく経済が強くならないといけないっていうところで、まあ、ちょっと上に行きにくいんだろうなっていうところがまず前提としてあって、でそれとプラスなんですけどね、やっぱりコロナ禍っていうところがどうしても意識されているの で、そのところの見通しが本当にね、これからまたどうなるか分かんないところなんですよね。なので、まあ、なかなかちょっとね、そこのところを強く織り込もうとしても、過去に特にその、なんていうんですかね、収束するぞって思ったのに、また拡大っていうことを繰り返してきたじゃないですか。コロナに関してはね。そうなんですよね。だからやっぱりそこで裏切られたりですね、まあ、そういったところでかなりその保守的というか、まあ、控えめな予想が多く出てきている印象です。特に製造業は。うん、ちょっと代表的なトヨタを見てみたいんですが、はい、濃い青が会社予想で、はい、薄い方がアナリストを出してみました。はい、売上はまあイーブンですかね。そうですね、売上はいいんですよね。で、ただ、まあ、そこの、ね、利益のところですね、かなり今差が出てきてしまっていまして、まあ、ただね、自動車って結構こういったこの傾向が出やすいところがあって、なんかアナリストよりも、アナリストの方はやっぱりこの楽観的に見てるとかあるんですけどね、まあ、ただ、何にしても、やっぱり会社としては、まあ、そんなに強い数字を出して、その先のね、将来の利益っていうのを投資家に期待させるわけにはいかないというようなところっていうのを、まあ、どうしても意識せざるを得ない、まあ、市場とか経済の環境なのかなっていうのは、まあ、見えてくるところですよね。慎重保守的なんでしょうね。まあそうですね、もう一つ消費者よりも日本電産なんですが、はい、日本電産って大体決算のスタートあたりに出しますから、こう、投資家マインドにもね、市場のモードにも影響するんですが、はい、まあ、こちらは明らかに保守的っていうか慎重っていうか、会社自体もそういうふうに言ってるんですってね、会社公認って私書きましたけど。そうなんですよ。決算発表の時にですね、説明で、まあ、長森会長が言ってたんですよね。もう、これは保守的なんでというところで言ってまして、まあ、もちろんね、それは本当に理由としてはコロナがどうなるか分からないんでっていうところなんで、まあ、まあ、本当にね、こういう日本のね、大手の製造業っていうところの代表的なその選手がですね、みんなこういうふうな認識なんで、まあ、本当にね、全体としてもどこかしらやっぱりそういうのが意識されて、まあ、弱く出していると。で実際、これで弱い数字が出てきてしまったもんですから、株が結構売られたんですよね、日本電産。そうでしたね。4月の後半ですよね。後半というか、ゴールデンウィーク前ぐらいですか。そうなんですよ。4月の末に売られまして、で軟調な状態続いてたんですけどね。やっぱ
ぱりあの何て言うか、このあたりっていうのは本当に、まあ、イメージの乖離っていうのが、まあ、存在しているというところだとは思います。あのだから前期は製造業それなりに良かったけども、はい、今期の気象の予想は慎重であると、はい、じゃあ、前期あまりされなかった非製造業サービス業の中では何か特徴的な動きってあったりするんですか？まあそうですね、あの本当にこれそれこそあの、まあ、今まで悪かったのは非製造業サービス業とかそういったところですけど、まあ、そういったところっていうのは逆に今までが悪すぎたんで、まあ、多分期待を込めてですけど、まあ、これ以上本当に悪くなったら困るというふうなその認識を持ちつつ、数字が結構強みに出てるところが多いんですよ逆に。これはまあ面白いっちゃ面白いですよね。あの製造業の方があの今まで良かったところが保守的になってで悪かったところが強気になってると。ただあの何て言うんですか、そのコロナの状況っていうのはあの誰にとっては変わらないわけじゃないですか。本当はね。そうですね。本当は。ただそこのところのやっぱりそのセンチメントというか、ね、そのところがかなり間違ってきていて、で、まあ、その前期の話に絡めて言うと、やっぱり一番わかりやすいのがあの空運ですかね。そうですよね。だって旅客が止まっちゃったわけですもんね。そうですね。なのでまあ ANA なんかはね、かなりあの今業績的にも、ね、赤字だったわけですよ。大幅な赤字だったんですけど、あのこれからですね、どうもそのなんていうんですか、あの旅客数のそのまあ回復を事前に見込んで、はい、あのかなりそのなんていうんですかね、楽観的な予想を組んでまして、プラスのね、あの着地で黒字化するっていうことをまあ会社は出してるわけですよ。そう、4000億を超える赤字だった前期に対して今期がプラスの50億だったっけ、確か。それぐらいの予想で出してきてるんで、まあ、これはまあ方針なんか楽観的というかかなり強みだなっていう感じはどうしてもしちゃいますからね。ただそのやっぱりそこはおっしゃってるように誰にもわからないと。でも今年 の, その特集要因としてはやっぱワクチンの接種が始まったし、はいはいはい、世界ではもう進んでるからやっぱり国をまたいでとかの人の移動も出てくるだろう絶対に。たまに聞いてる、ね、希望的に観測って失礼なんでしょうけど、まあでもそんなに入ってるんでしょうけどね。ただこういうこの話ってあの去年の例えばヨーロッパですよね、もう全く一緒だったんですよね。なんかこれからあの域内 の, その旅行を解禁しますっていう話が出たんですよ。それが出てあの、まあ、旅行会社、航空会社、あとクルージング会社ですか、その辺の株が急騰したんですよね。急騰して見通しが良くなったんですけど、まあ、その後の事態っていうのは皆さんご存知の通りで、あのまた悪化してたんで、まあ、この辺ね本当になんか それこそね、あの誰もわからないところなんて何とも言えないんですけどね。まあそれはですね、ただですよ、はい、さっきトークの後半のテーマは、はい、業績予想の変化をどう投資に生かすかなんです、はい、つまり、今見たのは期初の業績予想なわけなんで、これがどういうふうに変わっていくかっていうのを見ていきたいわけですよね。そんなことでもできるんですか？ その傾向を捉えることってできるんですか？まあ全部ね、それこそ傾向が事前に分かっていればもちろん苦労はしないし、まあ誰のことは分からないんですけども、まあ、ちょっとね、あの、なんていうんですかね、切り口を変えてですね、なんていうんですか、その業績予想を、まあ、その出した後ですね、あのまあその秘書の会社計画なりを出した後に、それがある程度市場がですね、認識した後、そこからその例えば業種とか銘柄によって、まあ、変化する傾向に違いがあるのか、まあ、その傾向としてちゃんとその、まあ、累計化できるのかっていうのを数字で判別できれば、なんていうか、ある程度信頼性を持ってですね、あのその業績の変化の、まあ、トレンドっていうのを追えるんじゃないかっていうところを、まあ、考えてまして、つまり投資見読みがそういうのが出てくるっていうことですよね。まあ、あのさっき見たトヨタや日本電産は保守でした、基礎で、はい、だから基中通してずっと保守かどうかっていうのはまた違うってことですよね。まあ、そうですね。あのイメージとしてはですね、あのやっぱりその業績が変化していく中で、あのやっぱり切り上がっていく銘柄と切り下がっていく銘柄っていうのはいると思うんです、大きく分ければ。はい、で、まあ、それを見るためにはですね、まあ、会社予想と、あとそのアナリストの予想がどうしても必要になってくるんですよ。で、あの会社予想っていうのは当然ながら、あの、まあ、更新されてアップデートされてはいくんですけどね、何かあの大きな変化があれば。なんかイベントがあったり、発表があったりすると変わりますよね、会社の場合はね。そうなんですよね。ただ、まあ、あの大きく分ければ、まあ、四半期に1回、まあ、そういったその決算の発表時っていうところで、頻度はかなり少ないんですよね。なので、じゃあその間何も見ずにあのそれだけ見てるわけにはいかないじゃないですか。はい、なので、やっぱりその、まあ、リアルタイムというか、かなりその、ね、あの情報に敏感に反応してくれるアナリストの、まあ、コンセンサス予想、あの市場平均ですよね。これを、まあ、あの見ておく必要があるのかなというところで。
今おっしゃってくださったその期中通してのイメージっていうのをちょっとこんな感じなんです、はい、グラフで表すと例えば、はい、保守的な、企業のその、はい業績予想はこういうふうに絶対として右肩上がりに行くような業種があるかどうか探してみようよってことですよね。そうですおっしゃる通りです ね、でこれ右肩上がりなんで保守的っていうのの言葉のね何ていうんですかね理解としてちょっと混乱するところあると思うんですけど確かに、要はこれ右肩上がりになるっていうことはその起承の時点ですね弱いってことなんですよ最初の時点で、はい、ってことは最初の時点で、まあ、その予想が低かったってことに結果なるわけでそうするとやっぱり当時は保守的だったよねって話になるんですね。つまり情報修正が続くとそうですね、その後に情報修正が続いて、結果としてこれは切り上がって、まあ、保守的だったものが、まあ、強くなりましたよということになります。はい、これ横軸の決算月プラス1ヶ月というのは、はい、後でちょっとまた説明しますので、はい、ここはちょっと今スルーしますが、だから逆もありで、はい、こういう楽観的な業種だったり銘柄もあるということですよね。そうですね、これも本当に逆で、全くその逆で、一番最初 その決算発表した後の数字が強すぎたために、まあ、期末に向けてですね、どんどん予想が切り下がっていくというような銘柄とか業種も、まあ、あるというふうに、まあ、見ているということですね。はい、で、この後やりたいことは、つまりこの保守的なグラフのように業績予想が推移していく業種なり銘柄があるのかどうかを、はい、アグレッシブに探していこうということですよね。こういうのが絶対あるんじゃなくて、ね、このイメージに近いものがあるかどうか探していきましょうという作業をするんです。はい、それってさっき言ったちょっとそのクオンツ分析的なところがあるんですか。これは、まあ、まさにその株式でいうところのクオンツっていうのの、まあ、一つの、まあ、仕事のうちですね。こういったことをそう毎日なんかデータとエクセルとか、まあ、プログラムにらめっこしながらやってるのは地味な仕事ですけど、まあ、そこでなんかちょっとノイローゼになりそうですけどね。まあ、そうです趣味半分になってないで、まあ、やれない仕事ではありますね。はい、ただそうじゃ見つけるときにある程度のこの条件こうスクリーニングの条件が必要なんですがこれがなかなか細かい、ごめんなさいね、本当細かくて、うん、まずは対象は東証一部上場銘柄なんですが丸一、はい4月または5月が本決算のこれ発表ってことは期としてはつまりこれ3月期本決算の企業がメインってことですね。そうですね、おっしゃる通りですね。なので本当は足元を、まあ、本決算発表された銘柄なので、期が終わってこれから新しい期が始まるよってことですね。発表日が4月か5月に来る銘柄、はいはい、でポイントは過去10年のデータを見るんですがそのうち5年以上上場していること、はい、これは重要ですね。やっぱりサンプル数が少ないとそれこそね、まあ、信頼性なくなっちゃうんでね、まあ、5年あれば十分かって言われたら十分でもないんですけど、まあ、ただ少なくともそのサンプルの半分ぐらい欲しいよねっていうところで、まあ、ある程度決めの問題ですね、はい、あとカバーアナリスト、まあ、その企業を見ているアナリストが3人以上これもだから公平性とかそういう偏らないっていうことですかね。そうですね。要はアナリスト そのコンセンサスというかです、ねまあ、市場 その平均値とか中央値を取るためにはです、ね、少なくとも3人以上予想してないと2人で中央値取れないですからね。なので、そうですよね。真ん中の値を取りたいので3人というところが最低でも必要だというところです、はい、これが対象です。で、はい、計算これが先ほど の、 あのグラフの横軸にあった決算発表月、はいプラス1ヶ月を、はい、そこを起点として、そこからの次の1ヶ月の伸び率、2ヶ月の伸び率を見るとなんですが、これなんでこういう基準なんですか。そうなんですよね。これ例えばなんですけど、かなりね、これクロスとかやってると、まあ、こういうのってよくやるんですけど、細かいんですけどね、すごい細かい話になっちゃうんですけど、例えばじゃあ決算発表の日がですね、月末だったとしますと、はい、例えばじゃあ、4月の本当に末日に決算発表になりましたと、4月30日、朝に写真送ったら、で例えばじゃあそれだとしたら、翌月、まあ、トマトがお母さん好きだったんですよ、まあ、そのなんか、当月と翌月、まあ、どっち使ってもいいような気がしちゃうんですけど、要はその、まあ、バチルに出た場合は、なんていうか、それがすぐに反映されるといいという話もありますし、その引き後に出ちゃった場合っていうのは、それが市場にまで織り込まれてなかったりするわけですね。そうですね。で、あとは、それの予想が、次の期の予想ですね。それが実績で出て、その会社の、まあ、計画が出て、それをアナリストが反映するまでのタイムラグもあるんですよ。うん、
そうすると、それを4月末にしちゃうと、結局、それは織り込まれてなかったりするんですよね。もうここでだから月が変わるから。そうなんですよ。なので、それがあの前の、その月末時点に含まれてるのか、その次の日に以降に含まれてるのかっていうところで、まあ、違ってきちゃうんですよ。はい。なので、そこはプラス1ヶ月の猶予を持たせれば、さすがにもう織り込んでるでしょっていうところなんですよね。まあ、大阪弁で、これが6月っていうことを基準にすれば、このどっちもちゃんと織り込まれるでしょっていうことですね。そうですね。なので、まあ、ほとんどそういった銘柄が、まあ、多くないので、あの影響はないんですけど、はい、ないというか、影響は大きくはないんですけど、まあ、ただあの、現実性としてですね、やっぱりそのあたりはちゃんとしなくちゃいけないっていうところが、まあ、職業からありますなるほど。なので、それが全部織り込まれた段階で、まあ、横あのスタートの、ね、ラインを揃えて、あの銘柄を比較しましょうということをやってます。はい、そして2段目、半地下の売上高の成長予想です。これ、なんで売上高って本当はですね、これやっぱりその営業利益とか、まあ、経常利益とか、当期利益とか使いたいんですよ。で、使いたいんですけど、これ実は売上高っていうのは一番使いやすい理由があって、全部赤字になるんですね。そうですね、赤字になると計算も難しいですね。赤字になるとですね、これは本質的に計算できないんですよ。要は、掛け算ですからね、あの成長率って。掛け算って言うと、本当に計算上掛け算の割り算使うんで、これがいい、そうするとマイナスになっちゃうとですね、どっちかが、今期か、将来がマイナスの予想になってしまうと、まあ、ローマ字でも、そこの計算が不可能になってしまうっていうのは一つがあります。で、あともう一点なんですけど、実はですね、成長率の投資の効果なんですけど、例えば、利上げの会で利益、利上げ利益、マージン利益とあるんですけど、これ一番ですね、投資に効くのって売り上げなんですけど、売上高なんですよ。利益じゃないですね。利益じゃないです。これ売上高が一番ですね、投資にとって、まあ、重要性が高い。で、その理由っていうのも実は同じなんですけど、利益じゃなくて、やっぱりなんていうんですかね、まあ、一番そのね、収益の入り口ではあるんですけど、安定的にビジネスを捉えられるんです、ね。家賃が発生しなければ、そうですね、消費者の接点ですもんね。接点ですし、あと、なんですかね、例えば、特別損益、特別利益、特別損益とか、そういったところで特殊事情が結構絡んでくるところがあるんですよ、その、まあ、利益がね、まあ、損益計算書が下に行くと。そうですね。なので、やっぱりその一番その安定的に予想ができるというところで、その予想が持つ信頼性が高いんですよね、売上高。なので、まあ、こういったところで売上高を私はよく、まあ、本で使っているっていうのはありますけどね。はい。はい、で、評価、リターンっていうのを。リスクで割ってランク付け、はい、これとなかなか難しいんで、この後の表を見ていただいた方が分かりやすいと思います。はい、で、こういうふうにして、業績予想の、まあ、性格診断というふうにね、大川さんは呼んでるらしいんですけれども、はい、これを計算すると、どういう結果になるかということで、はい、まずは業種別でその結果を見てみましょう。はい、こうなります。保守的な上位業5業種でやってる流行りこうなんですね。で、さっきの一番下のリスクとリターンなんですが、結局このグラフで言うと、はい、これをこれで割るんですね。はい、おっしゃる通りですね。改善率っていうのは、だからどのぐらい情報修正したかみたいなイメージでいいですよね。私がよく言ってるランチの年率感も浅草の標準偏差って昔この差が出てましたけど、つまりばらつきが少ない方がリスクは小さい、家族でやってるっていう、だから数字が小さい方がリスクは少ないっていうことですけど、商店街とか住宅地なんかもこの数字が出てきて、この R 分の R 商店街っていう数字が大きいほど保守的というか、商業地というか、はい、おっしゃる通りですね。入り組んだ、ちょっと踊り添いとかでも何でもない。そうなんですね。でこれ、私たちランチ行きたいからさ、保守的っていうと、あんまりイメージ良くないかもしれないですけど、まあ、実際問題、そこから改善していくので、まあ、いい業種ですよっていう捉え方になるんですね、この、まあ、観点からすると。で、まあ、その値が大きければいいっていうところで、その改善率が、まあ、どれだけ高くてもですね、業種自体のバランスですよね、仕事のバランスが大きいっていうことは、まあ、信頼性がないですよ、保守によって大きくぶれますってことを言ってるんですよ、これ。正直に安定感がないと思うんですね。そう、だからその例えば改善率が大きくてもそれって信頼できないよねって話になっちゃうわけですね。なので、まあ、その標準偏差の大小で、まあ、改善率を割ることによって、そこをまあ何ですか、ここはあそこを改善したらもっといいのにねとか、まあ、そう経済の環境にも影響は出てくると思ってる業種とありますからね。ただ保険は一番っていうのは、つまり最初は保守的でだんだん情報修正が多くなっていくっていうことじゃないですか。何の要因なんですかね、考えてみると。
まあそうなんですね。これ結構やっぱ保険ってね、あれなんですよ。あのビジネスの、まあ、構造、ストラクチャーがかなり複雑なんですよね。ここここ保険業収入もありますし、で、あとはそのね、なんか災害が起こったりとかすると、まあ、収益の中に変わってきちゃいますし、うん、で、あとは金利の動向にね、あの運用さんがものすごく影響を受けるじゃないですか。うん、でそういったところを考えると、あのまずですね、あの機種の段階、一番最初の段階で、あの、まあ、織り込みにくいんだと思うんですよ。いろんなことがね。いろんなことが織り込みにくくて。ある意味、天変地異みたいなことが入ってくるわけですもんね。ええー、そうですね。で、まあ、実際問題、あのこの例えばじゃあ10年間ぐらいで考えたときに、まあ、コロナ禍とかありましたけども、あとその、まあ、あの米中摩擦とかありましたけどね。ただあの言ってみても何ですかね、景気としては、まあ、それなりにアベノミクスも含めて強かったわけですね。なので結局そのアメリカの金利とかも、まあ、一旦ねそれこそコロナで、まあ、こういう状況になってあの異次元な緩和やってますけどアメリカもで、まあ、ただあの2017年18年ぐらいまでは淡々とね金利も上昇して利上げまでしたわけですよ。でそういったところを考えると本当に鳴らしてみると意外とですね、まあ、その予想できなかったその気象の段階ですね、予想できなかったものが、まあ、良くなっていったんじゃないかなという、まあ、想像がつくんですけどね。その今 の, その世界的な景気の流れを言うとサービスなんけどその恩恵を受けているところが大きいでしょうね、この10年間と、ね、まあそうですね、サービスに関して言うとなんかあれですね、公私両用で強いなっていうところがあってですね、まあ結果はなんですけど、例えば何ていうんですかね、あのずっと強かったところで言うとああいう何ていうんですか、モノタロウとかね、まあ、そういったところがあるじゃないですか。延々と株価が上がっていくところですよね。そういったその何て言うんですかね、サービスとしてまあそのまあ、認知され始めて結局成長がずっと続いているようなところってのが多かったんで、だからサービスに関して言うとね、ちょっとねもしかしたらあの保守的っていう話じゃなくて延々と成長し続けただけっていう感じもあったりするんですけど、なんかまあ業種によってはちょっとそこのねあの判別をちゃんとしなくちゃいけないかもしれないですね。あのこのサービスの数字なんですが、単純に割ったら 2.6 じゃないって思うかもしれませんけど、これあのちょっと丸めてこう出してるところがあるので、ね、こういう数字になってますけど、輸送用機器は自動車なんかも入るんですが、でこの5業種です。で例えばね、さっきイメージの図を見せましたよね、その業績予想の推移っていうんですか、じゃあ1位の保険がどういう業績の予想の推移になってるかと見てみると、皆さん案外びっくりしますよ。ほらさっき見たのとほとんど一緒ですもんね。そうなんですよね。だからまあこれで見るとね、確かにそうだなっていうしか言いようがないですよね、これね。これだって過去のデータを抽出して計算したらこうなるんですもんね。そうですね、あの月ごとに平均してるっていうところなんですよ。なので、まあ、だんだんと切り上がっていってるよねっていうところは、まあこれは本当に事実としてはそうしか言えないところはありますね。はい、はい、これが保守的です。はい、じゃあ楽観的も見てみましょう。はい、業種で見るとこうなんです。うん、あのパルプ紙って書きましたし、あの紙パルプっていう方もいうふうに、ね、表現する方もいらっしゃいますけれども、うん、紙パルプが結果的にはダメっていう表現なんですね。まあ強すぎるんですよね、その最初の段階では。最初の段階は強すぎるんですね。ただ紙パルプはね、ちょっと分かりにくいというか、私もね、なかなかちょっと想像つかないところがあって、まあ、これは結構そうなのかなって感じはするんですけど、例えば、この2位と3位ですかね、あとまあ5位の精密、このあたりっていうのは、例えば科学とか精密って、半導体ですよね。この辺がまあ大きく関わってくるんですけど、半導体ってやっぱりそもそも期待が大きいんですよ。今って、それこそ半導体足んないじゃないですか。そうですね、足んないって言われ続けて、まあ、早数年っていう、まあ、それこそね、まあ、半導体バブルだなんて言われてますけど、まあ、それぐらい需要が旺盛なんですよね。こういうことは、やっぱりその最初の段階で、まあ、そもそも会社も強い計画を出してるはずなんですけど、それを上回る本当に勢いでですね、市場がそれをね、本当に評価してるっていうところもあったりするっぽいんですよね。そうすると、実際蓋を開けてみたら、例えば今足元なんか特にそうですけど、そんなにまだ作れる装置がないというふうな話になってくると、まあ、だんだんとこう思ったよりも製造できず売れずにみたいなことになってきて、まあ、それが本当に株価に盛り込まれていくということが起こり得るのかなというふうには思ってますね。で、アパレルなんかはね、特にコロナ禍の影響強かったんで、まあ、本当にそれこそ先ほどの小売なんかと一緒ですけど、もうそろそろ大丈夫だろうと思ったらダメだったみたいなところがまあ大きく出たんだろうなって感じはしますけどね。じゃあこの1位のパルプ、紙パルプも見てみると、推移を
ら、うん、そうなんですよね。だからこうなってしまうんで、まあ、だから今その申し上げた、あの我々にはちょっとね、あの定性的には分からないところはあるんですけど、まあ、半導体みたいにね、その最初の段階では何かしらこう強くあの織り込める、まあ、状態っていうのがどうしてもその、まあ、基礎の段階であると。ただあのそれがあの、まあ、説明できないところで、まあ、働いて、まあ、こういった傾向がきれいに出てしまっているってことが考えられるんで、まあ、それはね、やっぱりその定量分析でないと見えないところが あったりするのでね、まあ、こういったところを、あのちゃんと、まあ、覚えておくだけで、なんでこうなったんだっけってなったときに、まあ、一つ説明のつく材料にはなるのかなというふうには思います、ね。しかも過去10年分ですからね。そうなんですよ。あのコロナの前期も入っているところですね。入ってますね。だから本当に景気のいいとき悪いとき両方含んだっていうところで、まあ、見てこういう結果になるので、まあ、その意味ではある程度はその何て言うんですか、信憑性はそれなりにあるということなんでしょうかね。うん、そうですね、はい。で、今業種別で見ましたが、多分これをご覧の皆さんは、それじゃあこれってそのスクリーニングって個別でもできますよねって絶対思うはずなので、やっていただきました。はい。これまたすごい作業だったじゃないかと思うんですけれども、まずは保守的の方へ行きますよ、はい。細かくてごめんなさい。こうなります。あの RR だけ出しましたけど、はい、1の2個というのは自動車部品の、まあ、部品っていうか、まあ自動車関連商品。関連商品。そうですね。はい。そういえば業種で言っても輸送って自動車が入ってて3位に入ってましたもんね。保守の業種。そうなんですよ。だからやっぱ自動車関連多いですかね。あのまあ日本そして、ね、まあスバルはね本当に完成車ですけど、あとジェイテクトなんかもねあの自動車関連ですから。そうですね。なのでこのあたりが極端にまあ強い数字が出てるかな。6位7位のあたりは、うん、6位なんかサービス業ですか。あの業種2位に入ってたサービス業。まあ、でもオリエンタルランドは先ほど申し上げた通りで、うん、あのまあ、コロナ前までは少なくともこれずっと右肩上がりであの利益が成長してきてたんですよ。で新しい、ね、そのエリアを作るとかなんとかで、結局、どんどんこうなんか予想が切り上がっていってきた、あのちょっとね、その保守的とはまた違った銘柄の、まあ、一つの例があったんですね。じゃあこれも、あの見ない予想をしてる。これ、ね、あのグラフを書いてもニフコもさっきの保険局みたいなんですよね、右肩上がり。そうですね。じゃあ、楽観も見ときましょうか。なぜかヤクルトなんですよ、本社がいいんですよ。まあ、そうなんですよね。これも 10年間ですよね。10年分ですね。まあね、その食品のね、私専門家じゃないんで、まあ、分かんないところが結構あったりするんですけど、はい、まあ、ただね、あの実際にその、ね、あのヤクルトの、ね、あの売り上げとかを見てみると、あの国内 の、ね、あの売り上げ高っていうのはあの影響はあまり出てないみたいな。ああ、そうなんですね。実績ベースで言うと。はい、うん、ただ、その近年その世界的な、ね、健康志向が高まっていて、まあ、いろんな、ね、あのフルーツ、グラノーラとか売れてるみたいなんですけど、他の会社ですけど、ね、まあ、そういったところと違って、他の会社そう、ヤクルトは、ね、落ちてたりするみたいなんですよ、結構海外の試合が、試合というか売り上げが。競争にちょっと負けてるみたいなことがある。負けてるみたいなのがあるんで、なので、まあ、そのところがちょっとね、あの思ったより、あのどんどんちょっと弱くなってるのかなっていうところがありますよね。2位のコナミってメインはゲームまあ、ゲーム事業ですね、はい。で、さっき7位に入ってたバンダイナムコのゲームですよ。はい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 、はい。だから同じ、まあ、ゲーム業界でも保守と楽観って分かれるんですね。そうなんですよね。だからこれは本当に面白いところで、あの業種が一緒だからといって、まあ、その何ていうんですか、銘柄 の、 その決算というか、あの業績予想の傾向まで一緒になるっていうわけではないんですよ。やっぱりその高校の銘柄で、あの性格として、まあ、その保守的楽観的というのはかなり違いが出てくるというところがあるので、本当これはここに見ていかなくちゃいけないところなのかなというふうに思いますよね。だから定量分析っていうのをすると、そういうところはこう何ていうんですか、うまく、うん、排除されるって変ですね。定性的に見ると一緒なんじゃないみたいな結果になる場合があるんですかね、こういう時ってね。そうでもない。まあその定性的に見ると、まあ一緒というか、もちろんね、あの定性的に見ればもちろん会社はそれぞれ違うんで。そうかそうか、戦略とか違うから。ただまあ、それを何ていうんですかね、逆に言うと定量的に排除するっていうのはやっぱりその表現としてはどうかっていうのはありますけども、まあ、正しいっちゃ正しくて、あのやっぱり定性分析ってこれやっぱりセクターアナリストとクオンツって分かり合えないところがあるんですけど、セクターアナリストがするとクオンツって結局そのなんていうの、現場を知らないと言われるんですよね。だけどクオンツはクオンツで、アナリストって結局なんていうんですか、それ恣意的だというふうに見てるところがあってですね。こっちはちゃんと数字を元にして計算してたぞっていう。そうですね。なるほどね。なので、まあ、私の立場からすると、そういった先入観
を排除するっていう目的で、うん、あえてそういったその定性的な解釈を入れずに、まあ、銘柄でこういうのありますよと、でこれに対して、まあ、いい銘柄選んでいきましょうねっていうスタンスで、まあ、見てるというところですね。でもやっぱりその時大事になるのは、どういう条件で数字をこうピックアップしてくるのかっていう、その条件の、さっきみたいな、ね、条件みたいなのは、いろいろ考えなきゃいけないっていう部分は本当はあるんでしょうけどね。まあそうですね。はい。はい、ああ、もう本当に個別銘柄まで、個別銘柄をこんなにはっきりとしたのは、あんまりサタデーでは初めてなんですけど、ちょっとすごい細かいところに行ってしまったんで、最後まとめとして、もう少し大きな、それじゃあ、はい、今年度、今期、はい、どういうふうに予想されているのかっていうのを聞きたいんですけども、はい、今期の業績の見通しっていうのはどういうふうに見てらっしゃるんですか？の伸びる利益が、まあ、一応伸びるとは思いますね、うん、世界的に景気は回復していますし、で、まあ、日本はねちょっとかなり遅れてはいるんですけども、まあ、それこそね先ほど冒頭お話しになったコロナの、ね、ワクチンの普及っていうのもありますし、まあ、なので長期化するかどうかって本当に分かんないんですけどね、コロナに関しては。ただ、まあ、何しても回復傾向にあるんじゃないかというふうには見てますね。コンピュトライキの利益の伸びはこんな予想だそうで、経常利益と純利益、今期はだから今です、うん、来期はまあ来年とっていう意味ですけど、と、うん、まあ、共に 10% を超えているので、まあ、堅調といえば堅調ですが、はい、おっしゃったように、コロナの影響はもっと悪く出る可能性もないわけではないですので、まあ、そうですね、ないわけではないですし、実際問題はちょっとコロナ の, なんていうんですかね、その影響というかの期間が伸びているのは事実なんですよ。当初そのコンセンサスで出しているものよりもですね。なので、まあ、これはもしかしたらもう少し まあ、下押しがあるかなという感じはしますよね、はい。でも利益が下に行くってことは、その割高割安みたいな PR でいうと、はい、これは割高になってきちゃうわけですよね。割高になっちゃいますね、どうしてもね。まあ、PR が上がっちゃうということなんですね、利益が下がるとね。そうですね、分母が小さくなって株価がまあ強いというか今の高い状態だと、まあ、割高扱いにはなってきてしまいますね。そうすると株価が伸びにくくなっちゃうというのがありますよね、はいはい、でそう今の PER というのをもう少しこう、はい、ヒストリカルで見てみると、これトピックスの予想 PER ですけど、はい、赤い線がアベノミクス以降の平均だから13年から出してますが、はい、今のこの足元のギャップをどう考えるかですね。まあ、そうなんですよね。で、私以前からですね、このトピックスの PR、まあ、日経平均もそうなんですけど、このピークにいた頃、その2021年の数字の真上あたりの、その本当に下がる前ですね、そのあたりにいた頃から、まあ、結局このギャップっていうのはいつか埋まらなくちゃいけないんだということは言っててですね、まあ、それで、これ埋まるには強い利益の成長があるか株価が下がるかどっちかなわけですよ。しかないですね、正当化するには。どっちかしかないんですけど、で、今まだギャップがあるじゃないですか。これどこあるんですか？ 15% から、まあ、2割弱ぐらいですね。 15% ぐらいです、はいはい、でこれがどっかのタイミングでやっぱり埋まるはずなんですよね、少なくとも。でそう考えるとやっぱり今って利益成長が、まあ、あるとしてですね、まだ時間がかかる可能性が、まあ、高まってきたんですよね。そうすると、まあ、少なくともね、ある程度株価で穴埋めしなくちゃいけないことは出てくると思うので、まあ、短期的には戻すかもしれないですけどね、中長期でちょっとやっぱりどこかで一旦方法の過熱感というのを抑えなくちゃいけないかなというふうに思いますけどね、うん、ということで、これから先、来年の3月まで今期の日経平均の予想を出してもらいましたが、はい、今のお話を聞くと、はい、ああ案外弱気なんだろうなって想像はつきましたねこんな感じなんだそうです。一応3万円はもう一回トライするんですね、はい。そうなんですよ。一応ね、まあ、足元からは少なくともアメリカはまだ強いですし、で、まあ、金利が上昇してその引き締めに入るっていう観測があるんですけど、まあ、まだそこまではいかないだろうっていうところなんですよね、後半までは。でもそこからぐわーっと下がって、これ一番低いところ2万5千ぐらいですか、うん、割と、まあ、2万5千ぐらいですかね、うん、そう。でただこれでも実はですね、かなりなんていうか控えめに出してますね。じゃあ2万4000割ったりする感じもイメージですか？それこそ定量分析的にはね、いくんですよ。さっきのその例えばじゃあ 15% 高い 20% 高いですねってことで単純計算して今3万円ですよね、はい、そしたらね、まあ、2割下がるだけで結構な感覚になっちゃいますからね。そうですね、うん、ただまあ、しかもそれでもですよ、過去平均なんですよ。過去平均の下のね方に行くわけでもないので、それも平均値なんですよ。じゃあ今は案外やっぱり楽観的ある意味ね、まあそうですね、っていうことになるのかな。だからこの下がってくるのはさっきおっしゃっていたそのテーパリングとかね、はい、その FRB のスタンスみたいのが本当に動き出すんじゃないかっていう不安がどんどん増してくるってことですか？まあそうですね、
前、ガーディがいつ動くかなんていうのは誰にもわからないってわからないことがあるので、まあ、これは多少タイミングが前後するかもしれないっていうのはあるんですけども、ただいかんせん景気が強くなって、まあ、今ね、その世界中で CPI がね、予想が上がって物価が上がってるっていうことになってるんで、まあ、どっかそれこそ、ね、年後半から来年初のどっかのタイミングで、まあ、そういった動きが確実に出てくるだろうなというふうに私は見てるというところですね。ただ、来年入ってからちょっと上がる、ちょっと上がるね。まあそうですね、まあ、そこ打ちなんですけどね。3週間前ぐらいにご存知でしょうけど、ひろきさんが3万9000人来ますって言ったんですけど、なんか番組としてはなんか支離滅裂になっちゃって申し訳ないんですが、でもクオンツの大川さん的に見るとこういう感じ。まあ、そうです。でもひろきさんとはね、そういった立場で2人で一緒にテスタイもしたんで、まあ、そういうか、喧嘩ならなかったですね。まあ、仲良くお願いんで、まあ、分かりました。でもだからこういう予想なんかをどっちをこう信じるかっていうのは、それこそ見てる皆さんのね、その投資のスタンスとかポリシーももちろんあるでしょうから、一つの参考にしていただければと思います。すごいサタデー1年ちょっとやってきましたけど、なんか同じ株でも新しい見方、やっぱりクオンツって面白いなと思うので、今後もぜひお付き合いいただければ、今出しましたけれども、投資はとにかく自己責任でお願いします。この大川さんのクオンツ分析も一つの見方ということではありますね。ありがとうございました。土曜日の朝に。またサタデー参加してください。お声掛けさせていただきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。はい。こんだけバッチリ本当に個別を出したのも初めてなんですが、あくまでも定量分析、数字をある一定の条件で計算していくと、こういう結果が出るということです。参考にしてください。では、今週の予定を確認しておきましょう。ご覧のようになっています。先ほどね、最初冒頭でもお伝えしたんですが、月曜日はアメリカメモリアルデーの祝日で休場ということになります。もう6月ですね、月変わってすぐに日本は1、3月期の法人企業統計出てきます。週の後半です。そして金曜日は雇用統計、ISM のね、製造業、非製造業の指数も出てまいります。はい、さて、今日配信の最後に2つお知らせがあります。まずはですね、先週もちょっとお伝えしたかな、19日、今月の19日に、テレ東ビズ誕生祭というのをネットイベントでやりました。テレ東ビズというのはですね、昔あったの BOD とテレ東ニュースっていうのが合体したんですけれども、もちろんその中でモーサテのいろんなコンテンツを見ていただけることになっています。ただですね、まだ利用されてない方に対してこんなことができるんだよとか、こんな楽しさがあるんだよということをご紹介するイベントをやったんですが、その時のイベントが、アーカイブ配信されています。ご覧のお三方、ひろきさん、お母さん、そして森田さん、家具の専門家、母さんの専門家、金利債券の専門家と、ちょっと楽しいトークをしています。プチセミナーもやりましたので、ぜひアーカイブをご覧いただければなというふうに。ネットで申し立てをもっと楽しく、もっと詳しく、このスローガンをもとに、申し立てでは、ね、ネットのコンテンツをいろいろ広げていきたいと思います。とか中野駅とか隅田駅とか、そしてもう一つなんですが、先ほど予定で週末というか6月4日雇用統計がありましたが、申し立てでは6月4日のこのアメリカの雇用統計に合わせまして、ネットオンラインでセミナーを開催します。まあ、この雇用統計の結果を入り口にして、アメリカの経済全然ないよね、恐ろしいことになる金融政策の行方、そしてもちろんね、全然ない、出てない戦略などをオンチームは俺見てないけど、解説していきたいと思います。詳しくは番組のホームページご覧ください。とりあえず始まりは2021年の中で、6月4日夜の21時から夜の9時からと。いや、それはあるかもしれないけど、どうぞ。予算に見合うとこがないって言ってるだけ。先ほどね、お母さんからもありましたが、緊急事態宣言が伸びてしまいましたというのか、まあ、うちは最高だよ、うちは最高かもしれませんけれども、だから、まあ、仕方がない。うちはで土地が持ってたら、でもね、今日お母さんのニュース番組でやってたんですけど、特に東京なんかはそうかもしれませんが、今年に入ってから緊急事態宣言もいわゆるマンボウも適用されてなかった期間が28日か9日しかない。だからその他は全部、まあそろそろ5月が終わるんで、5ヶ月間で4ヶ月は何らかの制限がかかってる。だからそこに逆に慣れちゃったっていうのもしょうがないんです。
ますので、皆さん本当に感染防止しっかりしていただければと思います。東京は今日はそんなに気温が上がらない。でも23、4度ぐらいで、暑いよ、なんか蒸し暑いよ、やわらかい涼しいですね。土日ぜひね、有効に過ごしていただければと思います。というわけで、今週のモンスターテスターでこの辺で失礼します。また来週。陰謀論者、ここに立ってる、もう陰謀論者になっちゃった。なんか最近こっち側が多いんだよね。皆さんこんにちは。そしてこんばんは。でももうもはや陰謀論じゃなくなったんですかね。ノーベル賞学者の発生した、ワクチンを打つと逆に変異株を作るということでお送りいたします。ぜひお付き合いください。このところワクチン接種が世界中で進んでるんですが、それと逆行するようにワクチンに対してのネガティブな情報が主に SNS 上で増えてるわけですよね。多くの方がそれをご覧になってると思います。で、そんな中で今最も注目されているのが、このノーベル賞のを受賞した学者がワクチンは打たない方がいいと、逆に打つと変異株を作るよという、そういう警告をしている人がいるんですね。これは昨日の5月27日のアメリカの USA Today の記事です。ファクトチェックという記事なんですが、ノーベル賞受賞者の偽情報と、このここでノーベル賞受賞者の発言で偽情報が出てますよっていう、そういう記事なんですよね。それがファクトチェックなんですが、この対象になっているノーベル賞受賞者っていうのは、リュック・モンタニエという方で、フランス人です。ノーベル生物学と医学賞を受賞されている方なんですね。2008年ぐらいですかね。で、この人です。モンタニエ。で、この方は何でノーベル賞を取ったかというと、HIV を発見したということで、大変な歴史に残る方なんですね。で、この方が今回のパンデミックに関して、昨年、このパンデミックがもう最初、広まり始めた初期の頃に、これはもう中国で作られたものだと、自然界から自然に出たものではないと、これは作られたものだろうということを、エイズの専門家の立場からこれはもうエイズに似てるということで、その観点から断言されているんですよね。で、もう今となると、昨日のこのチャンネルの動画でもお送りしたように、今この自然界から出たっていう自然発生説ではなくて、このパンデミックは中国の武漢の研究所で作られたんだろうっていう説の方にぐっとシフトしているので、この先生が当たってたってことになるんですが、で、このモンタニエ博士が今言ってるのがワクチンについてです。ワクチン接種がワクチンに強い変異株を作っていると。ワクチンを接種するとそれによって感染が防げるのではなくて、逆にワクチンに強い変異株を作ってしまっていると、そういうことを言ってですね、自分の中で変異株を作ってしまうらしいんですね。で、その結果感染拡大はワクチンによって作られているんだと、これもう全く逆のことを言ってるんですね。ワクチンというのは感染を止めるためにあるのに、逆にワクチン接種した人が増えれば増えるほど感染は拡大するよと、そんなことを言ってるんですね。で、この先生は歴史の本にこれきっと未来こう記録されるだろうっていうのは、これはもう大きな間違いだったと、このワクチン接種ってのは大きな間違いだったっていうふうに未来の歴史で書かれ記録されるだろうというふうに言っています。この人のがフランス人なんですが、フランス語でメディアのインタビューを受けている動画が SNS 上で広まっています。フランス語で英語になって英語の字幕がついているもので、それから日本語の字幕がついているものも出てるみたいなんですけど、それを見ると最後にインタビュアーが質問してるんですね。こういうふうに、私たちはこのパンデミックの中でワクチンを打つべきでしょうかっていうふうに質問してて、それは考えられないというふうに全面的に否定してるんです。で、さらにこのモンタニエ博士が言ったと言われている言葉が、ワクチン接種者は、ほぼ2年以内に亡くなるだろうっていうことを言ってるんですよね。これが衝撃的な警告なんですけど、で、このことに関してはそう言っていないという説もありまして、
よくわかりません。これが5月19日のライフサイトというメディアのサイトなんですが、2年以内で死ぬとは言っていないということで、この中で言っています。これはちょっとよくわかりません。で、両方の説があります。で、そもそもこの先生が問題にしているのがこれなんですね。抗体依存性感染増強という現象です。ADE というふうに言います。これはもともとワクチン開発の時に常に懸念されることらしいんですね。ADE、アンティボディディペンデントエンハンスメント。これ副作用のリスクらしいんです。で、どういうものかというと、ADE っていうのは、ワクチンや過去の感染によって獲得した抗体が、その後感染したとき、このパンデミックに感染したとき、その抗体が免疫力にならず、抗体なのに免疫力にならず、逆に感染を悪化させ、重症化を引き起こす現象のことを ADE って言うらしいんですね。最初ワクチン打ってない状態で、感染したとする。でそこから回復したら、一度感染したものについては体の中に抗体ができるので、次はその免疫力によって、感染しない。もしくはワクチンを打つことによって体の中に、このパンデミックに対しての免疫力ができて抗体ができてその免疫力こういう免疫力で防ぐということが目的なわけですが免疫力にならないってですね逆に感染を悪化させるとこれが ADE という現象でこのワクチン開発によってこの逆の効果が起きてしまう逆の現象が起きてしまうということがあり得るっていうことらしいんです。で、これは SARS の時もその懸念があったらしいんですね。SARS の時もこの ADE の可能性が判明したので、ワクチン開発が中止になっているというふうに言われています。で、ですので、このワクチンというものよりも、なんか別の方法がいろいろあるらしいんですね。トランプ大統領は、この逆にこういう感染を抑える、イベルメクチンというのがあるらしいんですけど、イベルメクチン、これの方が効果的なんだということをトランプさんは大統領のところに言ってるんですよね。言ってて、しかし、製薬会社の方が先回りして、このイベルメクチンをなんか禁止してるんですよね。これが不思議なんですけど、こちらの方が副作用のリスクがなくて、逆に効果がもっとあるというふうに。いう説なんですが、でトランプさんはそれでこっちを言ってたらしいんですけど、こっちの方が、バンされて、禁止されて、で、ワクチンに用意するんだという、そういう話もあります。で、このモンタニー博士に戻すと、他にもこういうモンタニー博士と同じことを主張する専門家がいます。これは4月11日の、イギリスの BBC の報道なんですが、最近の医学偽情報を暴くというさっきのファクトチェックみたいな話なんですけど、この記事の中に出てくるのが反ワクチン活動家たちが今注目しているギアード・バンデン・ボッシュ博士というこの方です。ボッシュ博士、今世界中に反ワクチン派っていうのがいるわけですよね。ワクチンはもう全部悪いっていう、もうワクチン反対派で、この反ワクチン派が非常に注目しているのがこの博士だったんですね。しかし、このボッシュ博士は実は、これまでワクチン開発をずっとやってきた人なんですね。さまざまなワクチン開発のプロジェクトに専門家として参加してワクチンを作ってた人なんですね。この中には、ビル・ゲイツ財団のワクチン開発にも参加しているわけです。ですから、この人はもともとワクチン推進派なんですね。ワクチン反対派じゃない、推進派なんです。しかし、今回のワクチンに関しては大反対しております。この推進派の人が今回のワクチンは大反対。その理由っていうのは、さっきの ADE とほぼ同じです。もともと持っている、人間がもともと持っている自然抗体が、今回のパンデミックのワクチンによってできる抗体に攻撃されるっていうんですよ。今回のワクチンで体の中に抗体ができる。その抗体がもともと自分が持っている自然の免疫力、自然抗体、これに攻撃してくるってですね、その結果、自然の免疫力が損なわれると。
これも大変な問題なわけですね。あの人間が持っている自然の免疫力が今回のワクチンによって損なわれるかもしれないと、ですから今回のワクチンに関してはこの人は大反対だとというふうに言っています。こういう方もいるんですが、この人のこういう情報も偽情報ということで BBC は批判しています。で、今のところメインのマスメディアが言ってるのは今のところワクチンは効果的ですと。確かに今のところの数字的に見ると効果的です。ワクチンをしっかり進めたところは、効果が出てるのはこれ確かなんですよね、数字上は。で、これあのファクトチェック .org というところの記事なんですが、ソファー今のところワクチンは変異株にも効果があるということを言っています。あの変異株に対しても先ほどの最初のノーベル賞の先生は逆にワクチン今回のワクチンが変異株を作ってるぞっていうふうに言ってるんですが、いやいやそんなことありませんと、あの変異株にもちゃんと効果ありますよってことをこのファクトチェックオルゴは言ってるんですが、ただやはり2年後どうなってるかっていう、まあ、それくらいの目で見なきゃいけないんじゃないかというふうには思います。ということでこの、まあ、今ワクチン接種ってのがあります。いろいろ、まあ、政府によって進められてるんですけど、であのワクチン接種はあくまでも個人の判断であるということですね。ですので、まあ、こういう情報も含めてあの、まあ、あのワクチンを進める側はもう一方的にもう全面的にワクチンは正しい、いいものだというふうにもちろんなります。で別にそれをあの否定するわけではありませんが、しかし逆の情報もいろいろ出てるのは確かなので、こういうように、そういうのを一応聞いてその上で判断していくというふうに考えます。今日はここまでです。ご視聴誠にありがとうございました。ざわめく時代を切れ今日の出来事、まずですね、朝日新聞が1879年創業以来最大の赤字441億円、これはですね、もう朝日新聞おめでとうございますというふうにもう言ってしまいますけれども、なんとですね、441億円の巨額の赤字、創業以来ですね、もう1879年ということなので、およそ140年ぶりぐらいですかね、これは。それぐらいのですね、創業以来最大の赤字ということでですね、非常に喜ばしいことだなというふうに思いますね。まあ、前々からですね、なんかこの3ヶ月決算みたいな、なんかそんなのでですね、朝日の実情がやばいと。赤字額がものすごいことになっているというのはですね、報じられてきましたが、今回ですね、2021年3月期連結決算ということでですね、1年間のですね、総決算というのが行われまして、441億円赤字ということでですね、今までやってきた自業自得ですからね、もうすでに人員削減とかですね、なんか鮫島とかも退職届を出すとかいう動きがありましたけれども、
そういったことですね、経営のスリム化、集中みたいなことはですね、もう内部では起こっています。で、まあ、今回のですね、この赤字についてですね、その朝日がですね、説明しているのは、コロナの影響ですというふうにですね、なんか取ってつけたことを言いやがってですね、果たしてそれだけかなというような感じしますが、まあ、コロナが赤字の輪をかけたんじゃないかというような感じでですね、まあ、一応コロナのせいだと言ってます。でですね、まあ、これが意外だなと思ったんですが、前期106億円黒字だったんですね。なんと前回の決算まで朝日は黒字だったそうですね。全くそんなイメージありません。新聞 その発行部数はどんどん年々落ちてきてますから、まあ、それに応じてですね、もう朝日新聞社とっくに赤字なんだろうというふうに思ってたんですが、今回が初めて赤字に、不動産屋だからとかに浮かれてたような気がしますが、まあ、久々の赤字ということでですね、こんだけ赤字を出しました。でですね、まあ、朝日新聞といえばですね、なんか出会い系をやってるとかなんかいろいろ言われてますけども、朝日といえば唯一好調なのは不動産ぐらいだというふうに言われてたんですが、この不動産もですね、売上高で前期を下回るということで、もういいとこなしと、もうダメ押しという感じでですね、そういったまあ決算内容になっているところですね。で、新聞単体で見てもですね、70億円の赤字ということでですね、まあ、これが前期は23億円黒字だったと。これがやっぱり意外ですよね。前回の決算まで朝日新聞こんだけですね、なんかもうネット等で叩かれてですね、なんかもうアホしか読んでないみたいな、そんなような感じなんですが、発行部数も落ちてですね、まあ、23億今まで黒字だったそうなんですが、一気にですね、もうマイナス90億近いですね。これは新聞70億赤字、23億プラスに比べたら90億ぐらい下がってます。まあ、すごい勢いで赤字ということでですね、まあ、コロナの影響だと言うんだったらね、次の決算ではですね、まあ、さぞ復活するんだろうと、う V 字回復みたいな風にね、なるんじゃないのというふうに思いますが、果たして一体、そうかなという感じでですね、まあ、朝日の願望が、まあ、大いに含まれている赤字の理由なんじゃないでしょうかね。はい、そして、朝日新聞が海外メディアからも高値される、これはですね、もう今日は朝日新聞の話をですね、まあ、続けてやりますけれども、なんとですね、日本が誇るクオリティペーパーとか言われてるらしいですけれども、朝日新聞がですね、なんと海外メディアからも馬鹿にされるという内容の記事、出ております。で、これがどういうことかというとですね、28日の社説、朝日新聞の社説です。ここでですね、東京オリンピック中止を菅首相に呼びかけるというふうな社説を出しました。まあ、そのね、テレ朝でですね、なんかモーニングショーとかがですね、なんかもうオリンピック本当にやるんですかと、PCR 検査が必要なんじゃないですかとかですね、そんなようなね、コロナの危険をかきたてる、ようなもう放送ばっかり、してますけれども、まあ、それに、まあ、朝日新聞も準ずる形でですね、東京オリンピックはもうコロナ禍で危ないと、感染者拡大しかないということでですね、菅首相に呼びかけるというような社説をね、書いてました。ただですね、一方でこの朝日新聞なんですけども、東京オリンピックの公式パートナーであるということでですね、公式もうサポーターとスポンサー契約してるわけですね。なんじゃね、公式パートナーという立場でありながらですね、オリンピックの中止を呼びかけるっていうのは一体どういうことなんだというふうにですね、もう方々から叩かれまして、もう幼稚園でも分かる理屈というかですね、なんでそんなこと言ってんのという感じで、やってることと言ってることが全く噛み合わないですね。しかもですね、そのことを突っ込まれまして、朝日新聞がですね、東京五輪の公式パートナーですね、オリンピック中止呼びかけるだったら公式パートナー辞めるんですかというふうに聞かれてですね、いや、公式パートナーは続けると言ってですね、何言ってるのかよく分かりません。もうこんなところの新聞なんてよく読む気になるなと、なんか最近はなんか、ネットでですね、便所紙というふうにね、なんか名実ともに便所紙と言われててですね、
書いてる内容も便所紙だし、ネットの方でですね、古新聞として売り出されるのもですね、なんかやけに綺麗な朝日新聞で、これがリアルの便所紙ということでですね、なんかペットのなんかトイレの下に敷くものみたいな感じで、売り出されてるわけなんですけどね。なんでそんな新品の新聞紙があるんだということでですね、いかに朝日の推し紙が多いという感じが伺えるんですけども、まあ、こういった感じでですね、このまあ矛盾する、ね、ことをですね、朝日がやっていると。でこのことをですね、ロイターや CNN で、ね、報道されまして、もうはっきり言って日本の恥さらしということでですね、まあこんなことがね、世界でもう発信されているということになったらですね、もうこれはもう馬鹿にされますよ。日本の新聞っていうのは一体何を考えてんだということでですね、こんなの読んでる日本国民はどうなっているんだみたいにね、思われてしまうので、まあもう朝日新聞ね、せっかく440件赤字なんですから、まあ、もう今年中に潰した方がいいんじゃないのと。というふうにですね、思ってしまいます。もう回復の見込みがないですね。でですね、もっとびっくりするのはですね、これに対するですね、反応なんですが、なんと、国会議員の蓮舫、立憲民主党の蓮舫ですね、息子にディスられる動画をアップされるでおなじみの蓮舫なんですが、このもう全くの矛盾する朝日新聞のこの社説に対してですね、東京オリンピックパートナーを続けながらオリンピックを中止を呼びかけるというこのわけのわかんない朝日新聞に対してですね、この朝日新聞の一本社説、本気を感じますというふうにですね、もう全身全霊で褒めたたいてます。五輪中止を呼びかけられれば何でもいいのかお前はという感じですけども、いくらなんでもこの朝日新聞を擁護するのは無理だろうという感じですね。何なんだこの一本社説はという感じなんですが、これ調べてみるとですね、なんか朝日が本気で主張するときはですね、なんか紙面を割いてこの一本社説とか言うらしいですね。なんか短い場合は半本社説とか言うらしいんですが、まあ、とにかく今回この一本社説ということで朝日としてもまあなんか、大きく取り上げると強い主張するみたいな感じなんですけども、いやいくらなんでもね、こんな矛盾してるのをね褒めるのはもうさすがにちょっとおかしいですね。もう一本社説とか言ってますけど、私から見たら一本グソにしか見えませんけどね。まあそんな一本グソを蓮舫が本気を感じると言ってですね、褒めたたえるという感じです。で一方でですね、こっちはもう常識人の反応ですね。八代英輝さん、これは非常日に出ている方ですけど、弁護士ですね、国際弁護士。もうこれはこの朝日の報道を見てですね、これは朝日のポーズだというふうに言っています。なんでこれはもう東京オリンピックは開催決定したんだなと。というふうなですね、まあ、解釈をしたというふうにコメントしまして、まあ、これはどういうことかというとですね、結局朝日は東京五輪の公式パートナーを続けますので、もしオリンピックが本当に中止になったら公式パートナーたちがこうね叩かれるわけですよ、はい。まあ、なんでこんな危ない、コロナで危ないのにオリンピックなんて応援するんだみたいな話ですね。なんですが、だから朝日としてはそれは避けたいんですが、結局東京オリンピックが開催決定されることになったから、朝日は一応ですね、まあ左翼連中もですね、読者がその辺にしかいませんから、左翼連中にですね、なんかこう称賛されたいだけの理由で、まあ、一応反撃の呪しを上げたということでですね、東京オリンピック中止を呼びかけるとこういった、まあ、朝日のポーズ、本当に中止になったら困るのは朝日というね、ことをですね、八代さんが指摘されまして、まあ、そういった見方も、まあ、成り立つだろうなという感じでですね、まあ、とんでも議員と常識、人の、まあ、ここまで大きく見方が変わるんだという感じでですね、まあ、こういった朝日のことが出来事が起こっております。というわけで本日の動画は以上になります。皆さんお疲れ様でした。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではごちそうさまでした。そんなことで終わります。皆さんご視聴ありがとうございました。ちょっと天気曇ってますけど、蒸し暑いですけど、ごきげんよう、ゆっくりお過ごしください。では